天理教教祖中山三木様は、この世界と人間を創造された親神様のお心そのままに、温かい親心で人々を慈しみ、優しくお導きくださいました。広本天理教教祖伝逸話編には、そんな親様のお姿を彷彿させるお話が収録されています。親様をより身近に感じていただける逸話の心を紹介していきます。親様の情景。子供が親のために。神様がお受け取りくださる真実の心。親神様は願い通りではなく、心通りにご守護くださいます。元治元年1864年頃のこと。15歳の増井伊三郎少年は、夜の明けるのを待ちかねて、50丁およそ 5.5 キロの道のりをお屋敷へ急ぎました。病気で危篤の母菊さんのことを親様にお願いするためでした。どうかお助けくださいませ。すると親様はこう仰せになりました。せっかくやけれども未曾助からんで。他ならぬ親様のお言葉です。伊三郎さんは家に戻ることにしました。しかし苦しむ母の姿に、どうでも助けてもらいたいとの思いで胸がいっぱいになり、再びお屋敷へ行きました。けれども親様は、気の毒やけれども助からんと重ねて仰せになりました。ああやむを得ない。伊三郎さんはその場では得心したものの、家に戻るとじっとしていられません。またとぼとぼと歩いてお屋敷に着いた時には夜になっていました。ならん中でございましょうが、なんとかお助けいただきとうございます。すると親様は、助からんものを何でもと言うて、子供が親のために運ぶ心、これ真実やがな。真実なら神が受け取る、と仰せくださいました。こうして菊さんは命を助けていただき、88歳まで長生きしました。人間の親である親神様のお心は、子供を助けてやりたい思いでいっぱいです。けれども助けていただくには、親神様のお心にかなう真実の心が大切なのです。菊さんは親様のことを本当の親のようにお慕いし、足しげくお屋敷に通っていました。伊三郎さんはその姿を見て、親を思う心を自然に身につけていったのでしょう。日頃から親孝行を心がけ、周りの人も思いやる、そんな姿を子供の心に映したいものです。解説16、子供が親のために。増井伊三郎さんは、お屋敷の北西にある
伊豆七条村、現大和郡山市伊豆七条町の人。母親の菊さんはもともと上新人の好きな人でした。文久3年1863年、菊さんが39歳の時、夫が喘息になりました。なかなか治らないので、遠近の神仏に足を運んでは祈願していたところ、林家の人に勧められ親様のもとを訪ねました。そして、あんたあっちこっちとえらい遠回りをしておいでたんやな、おかしいな、ここへおいでたらみんなおいでになるのに、とのお言葉をいただき、本になるほどこれこそ本当の親やと、何とも言えぬ親しさが胸の底まで染み渡ったのでした。以来、菊さんは一筋に信仰の道を歩み、足しげくお屋敷に通うようになったといいます。この逸話はその翌年のお話です。